名人越後と言われた戸田流の流祖である。戸田流を喜楽流と改名したのは第17代の菊川菊右衛門時吉である。数代を経て第14代の斎藤武八郎愛称伊勢崎万人の片井公の住所となり、当時の門弟は数千人に及び、明治の後期まで伊勢崎市を中心に流勢を見た。喜楽流は極めて相手の流勢像を持っている。戦国時代の武器から発達したもので、本来攻撃してくる相手は必ず倒すことから、技の数も多く、柔術を中心に棒、鉄線、なぎなた、鎖鎌の200手ほどの技が伝承されている。喜楽流柔術名士館湯島道場は長年の活動が認められ、平成27年2月26日伊勢崎市重要文化財に指定されました。現在湯島先生が第19代後継として伝承しておられます。第1回の荒木流鉄砲を決める。
Thank you.